Hey guys, thank you so much for checking out Q&A with Chris. 今日はね、LINE でいただいた質問について一つお答えできればと思います。すごい質問が来て、クリス、元気になって月曜日を過ごすために、どのような感じで週末を過ごせばいいんだろうっていう質問が来ました。でね、ここでまずちょっと面白い話があるんですよ。7つの習慣、スティーブン・コービー博士の7つの習慣を聞いてた時に彼が言ってた話なんだけど、やっぱり僕たちはね、この木を切ったら幸せになれる、ね、この森の作業が終わったら幸せになれる、ね、すっごいいい、ね、お休みを得たら月曜日ももっと良くなるみたいな感じの考えがちになりやすいと思うんですよね。でも僕が今から言う話はちょっとね、クリス流っていうかね、なんかちょっとな、あ、この人変わってるなって全然思ってもいいんだけど、ね、僕はね、そうではないと思うのね。目の前にやらないといけないことをバーってやって幸せになれるかって言ったら、幸せになれるのは、まあ、その夜かもだけかもしれないんだよね。2日とか3日かもしれないんだけど、でもまた問題が来るわけよ、ね、でここでちょっと一つね、紹介したいコンセプトがあるんですよ。でそれは、もし自分の人生の中である場所にいると、その場所はエネルギーの流れが悪い場所かもしれないっていうコンセプトなんだよね。エネルギーの流れが悪い場所っていうのは世の中にはあるんですよ。世の中にはあるんですよ。場所に行って波動が違う、まあ、波動っていうと、なんだよ、スピリチュアルっていう感じになっちゃうんだけど、波動で言うとね、俺もよくわかんないんだけど、間違いなくもう感覚でここ空気いいなとか、ここ空気悪いなっていう場所はあるんだよね。でひょっとしたら自分のお家が空気がそこまでいい場所ではない可能性があるっていうのを、あるかもなっていうのを頭に入れていただきたいんですね。自分のお家の空気が、これはどんなに頑張って、ね、どんなに、ね、なんかお祓いみたいなのやってもらって、どんなに植物得ても、まあ、ちょっと良くなるかもしれないんだけど、本当に、ね、自分のお家がなんか、ね、高速道路の横で、ね、一日中なんか、ね、大型バスがゴタ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 って来て、でちなみに横にも駅があって、その後ろにパチンコがやって、パチンコの音が聞こえて、もう本当にうわーってなってる場所だったら、ね、そこでどんなに瞑想して、どんなに読書して、どんなに運動しても、そこにいるだけで自分が疲れちゃうっていう時がよくあるんですね。でこういう時は自分がいる場所を変えていくっていうことが非常に大切になってくると思います。もうこの場所にいるだけでエネルギーが吸い込まれちゃう。実は僕もこの場所もそうなんですよね。この場所もやっぱりね、コンクリートがなんかの波動、もうこのコンクリートなんだよね、このビル、この部屋だから、本当に窓を開けるとか、ちょっとそこ行くと朝とか太陽がぐわーって上がってきて、もう全然空気が違うんだよね。でそういう時は窓とか開けて、そっちのドアを開けて空気を流す。そうするとこの環境も良くなるんだけど、やっぱりこの環境でを直そうって言っていっぱいやろうとしてても、僕が別のところに行った方が早くて楽なんだよね。僕が外に行って太陽を見て、うわいい空気って感じた方が、この空間を直すよりは早いわけよ、ね、で このビッグレバレッジ、レバレッジみたいなのがあるっていうのを忘れないでいただきたい。なので僕の本当のおすすめは、自分がいる場所を変えるっていうところなんだよね。どこに変えればいいのっていうのは、僕は空気がいい場所に行くのがいいと思います、ね、どういうところなんだろう。山の上とか、ね、登山に行くとか、ね、海の自然の綺麗な場所とか、ね、やっぱり海も違うでしょ。日本の東京の海の人気なところどこだっけ。日本のなんか昔のお寺がいっぱいあるところで、藤沢、ま
まあ、あるのよ。なんか渋谷から電車で行けるんだよね、1時間半ぐらいで。でそういう海に行って、でなんかサーフやってる人たちがいっぱいいて、お酒飲んでる人たちがいっぱいいて、もう人ぎゅうぎゅうになって、人ぎゅうぎゅうになって辛くて、海でもなんかリラックスしようとしたら、うちのに海の家みたいなのがあって、そこでお姉ちゃんお兄ちゃんがワイワイやってて、ね、パーとか音楽やってたら、そこで海に行ってもリラックスできないでしょ。もっと別の海に行くわけよ、自然があるところ。俺は滝があるところ、山の中かもしれないし、ね、なんかそういう気が流れてるところがあるんですよ、本当に。そこに自分を置くと、その波動が自分の波動を調整してくれる。そこのエネルギーに自分が馴染んでくるから、それがもっと自然になってくるんだよね。で、そこのチューニングをして、で、家に戻ってくると。そういう感じなんだよね。で、この時にね、一つのおすすめがあるんですよ。それは一人で生きるっていうコンセプトなんですね。これちょっと怖いのかっていうと、怖いかもしれないんだけど、一人の時間を増やすっていうんだよね。これあのお坊さんとか孤独の時間とか言ってるのかな、孤独っていうのかな、うん、孤独カフェとかあるでしょ、お寺カフェってあるじゃん。あのこの間セミナーやってた恵比寿のところにもあったよね、孤独の時間を増やそうとか。孤独の時間を一人で生きるっていうのは非常にあの僕はパワフルなことだと思います。なぜパワフルかっていうと、人間以外の存在に気づくことができて、自分が一人じゃないなっていうのを気づけるからです。はっ、クリス、どういうこと、どういうことかっていうと、自然の時間、自然の波動、自然の世界にもっと気づけるんだよね。お花が、あ、ここにお花が咲いてるとか、あ、ここに鳥がいるとか、あそこに猫がいるとかね、今シーズン秋になってるなとか、秋を感じたりとか、ね、いろんなそういう自然の流れを感じられるようになるっていう感じなんだよね。でそこでなんかそういうコネクションが作れると思うんですよ、そのような存在と、植物とか、そういう自然の、ね、音と。で人をそういうような感じで生きていると、そのもの、どんなに物があっても幸せになれないっていう、その真実、事実がリアリティっていう感じで本当に感じることができると思うんだよね。やっぱりそのどんな高級車とか、ね、やっぱこういう社会にいると、自然の波動を忘れちゃってる社会にいると、高級車があると幸せになるとか、もっとね、なんかいいものがあると幸せになる。僕の悩みはこのものが直してくれるって。でもどんなに物を入れても自分の人生に、でも心の穴には物で直せないんだよね。そこにはもう本当に中に入っていって、コネクションをソースと取っていくっていうか、リアリティと取っていく本当の世界、ね、そこにすごいエネルギーが流れてるから、そこにチューニングを合わせることによって、自分のハートがもっとガソリンタンクみたいに満腹になっていくんだよね。でさっきの質問に戻るんだけど、何をやったら本当に幸せな週末を得ることができるのかっていうと、僕はね本当に思うの、ね、もちろんネトフリ見たり、ね、ピザ食べたり、ね、美味しいもの食べたりね、ちょっとリラックスしてキャンプファイヤーでビール飲んだりとか、そういうのもすごいいいと思うんだけど、僕はそれよりもっともっといい休みを手に入れられる方法を見つけたんです。それは自分の人生で必要になることを1時間でもいいからやっていくっていうことなんだよね。ね、これは例えば、ね、掃除とか買い物とか、ね、リラックスして映画見て、ね、ドミノピザとかね、ウーバーイーツでマックとか食べたいかもしれないんだけど、あえてスーパーに行ってヘルシーなサラダを買って、それを洗って食べる、ね、週末にその本当にやらないといけないような片付けとか買い物とか、ね、なんかお支払いとか、ね、紙のなんか残ってるかもしれない、それをやっていくんだよね。それを1時間やる。これをやると、ね、リラックスしてるだけよりもっと充実感を得ることができて、で自分の人生の変化を感じることができると思うんだよね。
これどのぐらい大切なのかっていうと、夢を決めてそれに向かっていく行動、同じぐらい大切だと思う。同じぐらい大切だと思う。やっぱりこれ 農家をやっている人たちは分かるんだけどね、自分の農業種だけ入れて、ね、水だけやって餌だけやってると育つかもしれないけど雑草も育つわけよ。だから雑草を抜いていく、ね、自分の家が汚いんだったらそれをきれいにしていく、ね、流れを考える。自分のクローゼットを開けてみてぐちゃぐちゃしてるんだったらそれをきれいにするとか、それを実はね1日1時間、まあ、終わらせなくてもいいのよ。終わらせなくてもいいの。ね、もうタイマーつけて10分だけでもいい、まあ、10分は短いんだけど、ね、45分とか1時間、ね、終わらせなくてもいいからそれをやっていくんだよね。で今度それが習慣になっていくわけよ。で今度それが数ヶ月経つとものすごい自分の家が変わってたり、本当に自分の家が本当にいいエネルギーになって、あ、仕事も変わってくるし人間関係も変わってくるんだよねっていうことなんですよ。なのでそのオッケー、じゃあもっとね、映画見に行って映画館に行ってリラックスしようってね、それもいい。特に一人でそれをやるのはすごいいいと思う。一人で食べに行くとか本当にすごいいいと思うんだよね。またこれはみんなと一緒に週末休もうよ、何やるよ、みんなと一緒に映画見ようよ、みんなと一緒に食事会行こうよ、みんなと一緒にカラオケ行って飲みに行こうよって言うと、逆にそっちの方が疲れる時もあるんだよね。特に仕事関係の人とかだったら、上司関係とかだったら、ね、そういうもちろんケースバイケースだけど、それをずっとやってると逆にそういうソーシャルイベントの方が自分エネルギーめっちゃハウスパーティーとかやって物用意して人が来て、なんかそっちの方が疲れるわけよ。そうじゃなくて自分の時間で本当にその自分のそのファーミングをする時間だよね。自分の人生の中でやらないといけない、本当にそれを少しでもいいからやっていくっていうのをやると、ものすごい感じでエネルギーが自分に戻ってくると思います。 Alright、ね、ちょっとなんか休め休めみたいな感じじゃなくて、休むんじゃなくて自分にエネルギーで行動するっていうところ、それをやっていくと本当に素晴らしい週末が経験できると思います。 Alright you guys, thank you so much。 本当にいい質問ありがとうございました。 I love you guys and I'll see you next week. ありがとう。 Yay!